おはようございます。レディオタビスリップ191、本日はギターの海が予定を変更してお送りいたします。今年もよろしくお願いします。2023年になりました。そしてライブも1本終えて、なんで友じゃねえんだよって思ってる方いると思うんですけれども、本当はね、今日ともくんが、配信収録して配信する予定だったんですけれども、ライブを終えて、本人からちょっとどうだったみたいな、ちょっとだけでもいいので弾けた方がいいのかなとか、いいんじゃないかなと思いまして、予定を変更して東野くんの予告を無視して私が本日は配信させていただきます。これ撮ってんの、当日なんですよ。当日だと思う、配信が7日にできてると思う、7日の午前中に撮っております。今日は私はキリスさんのネオスパイラルツアーの渋谷ラスト2日の初日の朝ですね。まあ、あとは、川崎が振り返りであるんですけれども、非常に糧になるツアーになったし、勉強にもなるツアーになったなと思ってます。明日は配信が明日入るのかな、今日は入らないのかな、明日は配信とかもあるみたいなので、よかったら見ていただければなと思います。何度も言ってるんですけれども、うちのライブとはまただいぶ色が違った感じで、で当然その色が違った感じなので、その違った色にうまいこと乗っかって自分の色とか雰囲気も違うんじゃないかなと、動きとかも意図的に変えたりとかしてるところあるんですけれども、自分ではそう思ってるんだけれどもね、外側から見た時にどうなのかはちょっとわからないので、どうでしたとかっていう感想とかをいただけると嬉しいなとか思っております。ちょこちょこもらえるんですけれども、非常にありがたいし、参考になるので、よかったらぜひご覧ください。でさっきほどもちょっと触れましたけれども、来週ですね、ついに13日、ともくんのバースデーライブですね。なんだっけ、フライデーなんたら、フライデー13だっけ、がございます。チケットはソールドアウトしておりまして、当日券も、多分 99% 出ませんね。完全に売り切ってしまっているので、当日券もないという話を前回横浜の時にしていたはずなので、何かが変わってない限りは、当日券もございません。なので、チケット持ってる方、いらっしゃる方は楽しんでいただければなと思います。どんなライブになるのかちょっとまだね、セットリストを見ている限りはこういう風になるのかなとか思う部分はあるんですけど、どうなるのかなってところもあり、どういう演出をするのかなとかなんか本人が割といろいろ制作と話をして、こういう演出したい演出したいみたいなことを試行錯誤して、それこそ今最初の詰めの段階なので、今結構大忙しっぽいんですけれども、なぜかこっちには全く聞かされていないので、何をやるんだろう、どうするんだろうみたいな、なんかここでこういうことするのかなみたいなぐらいの感覚しかまだ僕らもないんですよ。なので当日楽しみにしたいなと思っております。で話は前後するんですが、1月の3日に東野くんのバースデーライブ、そして併設していたキッチン東野の、開催をいたしまして、非常にありがたいことに大盛況のうちにキッチンの方も終わり、ライブもソールドアウトして非常に良いライブになったんじゃないかなと思っております。東野も本人もだしな、あとは来てくれた子たちも楽しんでもらえたし、喜んでもらえたんじゃないかなと思っているんですけれども、キッチンの方はね、フードは完全完売をしたとのことで非常にありがたいなと思うのと、まあ楽しんでもらえたのかな、喜んでもらえたのかなと思います。何より本人がすごく喜んでましたね。達成感がある顔を帰り際にしていた気がします。まあ、終わってちょっと東野といろいろ話すことがあって、そのキッチンのところの楽屋というかバックルームみたいなところにいたんですけれども、そこ行く前に前通りかかった時も結構中まだお客さんいらっしゃって、で12時前、ほんと11時半過ぎてもうまだ残ってる方とかいて、なんか喜んでもらえたのかな、楽しんでもらえたのかなと思います。なんかこれ高齢化できたらいいんじゃないかなと個人的には思っているんですけれども、
どうでしょうかね。次はカレーじゃなくてなんか違うメインを変えてとかでも、まあでもそこはカレーにこだわりなのかないかわかんないけれども、まあなんか楽しめればいいなと思いますので、ライブもですね、新横浜で来年も彼の誕生日ライブはやる予定です。でもう日程は確保いたしました。で会場の方にもライブもキッチンの方も来年もという話はしてきたので、何かがない限りは、予定通り行けばライブすることになるんじゃないでしょうか。そしてキッチン棟や横浜の第2弾もできるんじゃないかなと思っているので、楽しみにしていただければなと思います。はい、話すること結構終わっちゃったかなこれで、今回は急に勝手にラジオを始めているというか撮り始めているので、当然なんですけれどもメールはないんですよ。なのでだら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 喋るしかないんですけれども、なんだろう、何喋ろうかな、今年の正月どうでしたとかっていう話をするのも全く正月感が、まあ、その1月3日にライブがあったりで、今日明日ってまた別のライブがあって、で年末は年末でライブあったし、その後に芸人あったしとかって、本当に正月感がないなって思ってはいるんですけど、ルイもそんなこと言ってて正月感ないって、なんか去年も思ったんだけど世の中の正月感減った気しませんか。わかんないけど昔数年前、もっと昔はもっとなんだけど、正月ってすごい正月感を感じていたんだよ僕は。なんだけどここ 1、2年、去年もそれ感じたし、一昨年とかもんって思ったんだけど、あれこんなに普通だったっけ正月ってっていう感じがするんだよね。なんか年越しライブとかをしてないからとかも思ったんだけど、いやそういうことじゃなくて、なんか街中の正月感が昔に比べて減っているんじゃなかろうかとちょっと思うんだけれども、気のせいでしょうか。なんかハロウィンとかさ、そういうイベントごとは昔よりなんかしっかりイベントするじゃない、するようになったじゃない。その代わり昔からあるイベントごとだ、正月もだし、クリスマス付近は俺が街中心部に行ってないだけなのかな、なんだけど、まあ、家にいてもクリスマス付近ってなんかクリスマスっぽいテレビとかもだけど、なんかもう少し感じてた気がするんだけど、昔に比べて昔からある行事のものがあんまり、そのなんだろう、雰囲気をしっかり出さなくなった気がするんだよなーっていうのを今年の正月はすごく思いました。皆さんもいかがでしょう。なんだろうな、昔はやってなかったよねこういう、まあ、ハロウィンもそうだし、あとはわかんない、俺だけなのかもしれないけど恵方巻きとかって今すごい、なんか節分の時期すごいじゃない。でも俺ちっちゃい時そんなあったっけと思って、なんか時代の移り変わりとともにそういうものも変わっていくのかなみたいなのをなんとなく感じた正月でした。つまりは正月感は何も感じてないですね。まあ大晦日はちょろっと実家顔を出して、ゆっくりってことでもないけれども、まあ久しぶりに親と飯食ってとかってしたんですけれども、まあそんなに泊まることもないんでね、東京なのでね、普通に夜のうちに自分の家帰っちゃったし、なんだろうね、正月皆様はしっかり休めたんでしょうか。正月ボケとかしてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、これがラジオ7でしょ、7、8は土日か、じゃ9からとか仕事なのかな、それとももう6から仕事始まってるのかな。結構工場とか業者とかは5から始まるとか6から始まるとかが多かったんだけれども、皆様はどうでしょうか。まあどんな状況であれしっかり気引き締めて、ちょっとねまたいろいろ増えてるじゃん、感染者がどうのこうのとか、あとインフルエンザが今年すごい流行るだか流行ってるだかとかも聞くので、
体に気をつけて楽しんで違う、元気にお過ごしいただければなと思います。さあ本当にいよいよ話すことなくなってきたぞ。じゃあ今後の告知の話を、告知っていうか今後の予定の話をしようかなと思いますが、2月の23日にですね、こちらはファンクラブ VIP リスト会員の限定になるんですけれども、定期的にやっているトークライブ、トークイベント、不思議なイベントを、よくやってるんですけれども、また2月23日に開催しようと思っております。でちょっと内容がまだ詰め切れてないんですけれども、去年の2月にやったのとはちょっとまたコンセプトを変えてやろうという話をしていまして、楽しみにしていただければなと思います。メンバーのゆるいところ、ゆったりしたというかふざけてるところが存分に見れると思うので、そういうのを見てみたいなという方はいらしてください。それを楽しめる方はいらしてください。音楽やっててかっこいいビストリップが好きです、そこでしか興味ありませんって方は来ちゃいけないかもしれません。なんですけれども、楽しませる自信はありますし、面白いイベントにできると思うので、よかったらいらしてください。でですね、あとは個人的にはその翌日にまたキリトさんの誕生日ライブが、誕生日ライブだけだな、ありまして、それが渋谷公会堂、ラインキューブ渋谷だでございます。そちらもいらっしゃる方は楽しみにしていていただければなと。誕生日ライブはね、キリトさんのやつ出たことないんですよ、やったことないので、ちょっといつもと違う感じになるのかなと思いきや、あの人はクリスマスとかでも全然その感じを出さない人だから、いつも通りな、いい意味でいつも通りなライブになるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね。でうちのツアーなんですけれども、投票をどこでやってほしいですかみたいな投票をしていたんですよ、去年やって。で集計出まして、でちょっといただいた意見とかコメントみたいなのを全てメモを通させてもらおうと思って、少しお時間いただいてるんですけれども、来週ぐらいには制作のスタッフとちょっとどこでどうしようかっていうのをしっかり話をしに行くので、まあ理想としては今月中には告知をしたいなと思ってます。札幌と福岡は、何度も言ってるんですけれども、行きます。今年の前半に札幌福岡は必ず行くので、あとはそこを中心になるのか、またはたまたもう一個拠点ができるような状態になるのか、全然そういうんじゃないような思い方になるのか、なんとなくの集計結果、順位を見た感じ、拠点にしてそこ中心にっていうのとはまた違った感じなのかな、どういう風に回ろうかっていう感じだったんです。1位は必ず行きますとは言ってるんですけど、2位以下はちょっと確約をするわけではないんですが、参考にはしたいなと思ってますし、すごいその意見で熱い意見とかがあったら、いやここ行こうよみたいな話になる可能性もありますので、あとは個人的には7位のところとか、17位のところとか、そういうなんかところはあえて行くとかっていうのも面白いかなと思ってるので、集計結果見て相談してみて、もう制作の意見を聞いてからになってしまうんですけれども、なんとか今月中に発表したいとは思ってますので、楽しみにしていただければなと思います。はい、なんだかんだ結構喋ったねこれね。はい、来週こそはともくんがラジオ配信します。で多分だけど、あいつちょこちょこ会場の現場で収録したりとかするので、当日の感じとかももしかしたらわかるかもしれないし、終わってからの感想とかを聞けるんじゃないかなとも思っております。でそれにまつわる話でもいいです、全く関係ない話でもいいですし、
まあ、ちょっとこれ読み切れないよってぐらいのメールを、いろんなメールを送ってやってほしいので、まあ、喜怒哀楽だとかフォトトリップだとか、あともう関係なく全然質問でも疑問でも、なんかほらお便り無双ってやってんじゃん。まあ何でもいいので送ってあげてください。送っていただければ嬉しいです。それではこんな感じですね。そろそろライブの、今日何着よっかなっていう風のを考えたいので、そろそろここら辺で失礼いたします。それではバイバイ。